あっという間に年末ですね。年末といえば年越しそばですよ。以前視聴者さんからいただいたこちら、ペットの年越しワンコそば、今年最後なので年越しそばをポコタンと一緒に食べたいと思います。ポコタン、そば食べるの初めてだね。食べたい？ちょっと反応が薄いね。はい、完成しました。これがポコタンのおそばですね。美味しそう。もうポコタン興奮が止まらない。で、こっちが僕のおそば。あ、ちょ、待って待って待って。食べたい。食べたいね。で、僕は一味をかけます。パラ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 っと。どうぞ。いただきます。すごいね、ポコタン。夢中になって食べるね。お腹空いてた？美味しいね。ポコタン、肉率先して食べてるね。なんかね、ささみっぽいのが入ってるんですよね。あと、ナルト。エビ天も食べちゃおう。うん、美味しいね、ポコタン。ポコタン、ささみばっかり食べてるよ、さっきから。あ、ナルトも食べちゃった。早いね。すごいね、ポコタン、ガツガツ食べるね。早いね、食べるの。完食しました。ポコタンはこれちょっと残しちゃったんですけど、これね、量が中型犬用なんですよね。だからね、これ以上食べれない。お腹いっぱいになっちゃったみたい。お腹いっぱいだね、ポコタン。もう食べれないね。うん。はい、というわけで今年1年ポコタンとはいろいろなことをやってきたんですけど、ただね、今年1年はね、コロナの影響で外に出ることがね、あまりできなかったんですよね。来年こそはコロナが落ち着いたら、ポコタンと一緒に車も新しく買ったからね、いろんな場所に行けたらいいなと思います。あれ、ポコタンまた食べ始めた。来年もトイプードルのポコタンの成長を一緒に見届けてくれたら幸いです。ポコタン、来年も1年よろしくね。皆さんも良いお年を。ポコタンも良いお年を。